どうも GF です。180秒共同作業をする、というデイリーが出たのでやっていきます。まあ新しいパーツを持参しましたが、前回のようにはうまくいかなかった。3人で直そう。パーツ構成は前回同様、執着心、セルフケア、ダンス、ウィズ、ミー、置き去りにされたもの、です。今回のキラーはドクターですね。自分で使うのも、敵対するのもどちらも苦手なキラーです。ちょっとマウス周りのコードが気になって片してました。叫んでますね。こっちに来たか。共同作業続行。思うのですが、このゲームじゃ10代の若者からおじいさんまで老若男女問わず当たり前みたいに発電機を直してますが、実際、こういうのって特殊な知識や技術がないと無理じゃないですか。よし、直ったね。釣られたか。こっちに来たな。無理急だけはしないように。今のうちに誰か助けてあげるんだ。鬼は私が引っ付けておく。よいしょーい。幻覚が見えてる。これはレベル3というやつかな。まず向こうの人から助けてあげて。ありがとう。来たな鬼め。とりあえずセルフケアだ。このうめき声、ささやきに似てるけどドクターの能力らしいですね。別の人の動画コメントで教えてもらいました。これがおばちゃってやつか。スキル成功範囲が短くなり、3% 減でしたっけ。今週のシュラインで買えますが、あまり強力なパークだと思わなかったのでスルーしました。
助けに行こう。なぜか爆発にタイムラグが。直してあげよう。ビビった。この状態から直してる間は回復できないんですね。よし、回復しよう。危なかった。ついていこう。助けに行くのか。二人で救助に行けばなんとかなりそう。三日目になろう。すまない。ここは離れるしかないですね。直してくれるのか。痛い。どうも。治りそう。あなたの犠牲は無駄にしないよ。来たかな。後ろ向きながら走るの苦手。私もか、あんたもか。仲間がチェイスしてくれているうちに直すんだ。こっち来たー。使ってくれた。直しましょう。工具箱使い切ったな。やらかした。壁と一日やがった。
されたね。今のうちに直すんだ。よし、ここは倒して。まだダウンまで余裕ある。巻いたかな。せめてもがこう。連打苦手。ミスった。来てくれたのにすまないね。よくミスります。足りなかったか。二戦目です。雰囲気がいつもと違うって。なんて風な夏メロが響いてきそうですね。3人で直そう。サバのアイテムじゃ工具箱が一番好きです。今回のキラーはデモゴルくんか。あまり戦ったことないんですよね。デイリーで使うとストレスマッハですが、トーテムも入れるね。3人だとさぞ早かろう。ドンマイ。神出鬼没のデモゴルくんもなかなか怖いね。私はほとんど使えてませんが、ポータルが厄介だ。
チェイス中だね。よし、感知。誰かダウンした。直そう。よし、飛んできたかな。今のうちに助けよう。ポータルのエフェクトかな。釣られたか。スリリングですな。飛んできた。気づいてないのか。こっち来た。まあ、この付近で追ってくれと言ってるようなものですね。発電機はどこだろう。あった。よし、やらかした。使い切った。工具箱本当に便利ですね。またこっち来た。無理救はしない。誰か助けてあげるんだ。鬼は私が引き受けた。フラグだったか。まあいいでしょう。
げて。近くにいるよ、きっと。見つかってないのか。なぜ脅してくれないのかな。第2段階に入ってしまったか。ありがとうドワイト。せめて離れたところで回復しよう。ここに隠れていようかな。サンキュー、クロちゃん。ポータル踏んづけたかな。リーチかかってるし、ここらで回復しておきたい。飛んできたかな。発電しよう。無事にデイリー達成できてるね。今更ですが、やはりこの衣装にはパープルヘアの方が似合いますね。今回もフル装備でした。この後おまけもありますが、ここまでご視聴ありがとうございました。